こんにちは。今週の PJ ツアー情報です。先週はシグネチャーイベント第5戦 RBC ヘリテージ、そうですね、また君かと言いたくなるくらい圧倒的な力でスコッティ・シェフラーが優勝、後ほど取り上げます。今週はツアー唯一のペアフォーマット、チューリヒクラシックオブニューオリンズ。今年は大物選手が多数出場で非常にワクワクしています。来週はザ・ CJ カップバイロン・ネルソン。もともと韓国で行われていた大会ですが、今年からアメリカ本土で開催されることになりました。その次はまたシグネチャーイベントが待っています。では先週の試合を軽く振り返っていきましょう。リーダーボードはこのようになりました。圧倒的な力を見せつけ、スコッティ・シェフラーがマスターズに続き連勝、一人だけ飛び抜け2位に3打差。日曜日は悪天候によりサスペンデッド。とはいえ上位勢が残り3ホールほどで5打差あったので優勝は決まった形でした。これ他の選手はどう思ってるんでしょうね。まさかこれだけシェフラーがビッグになるとは思ってませんでした。今大会はまさしくシェフラーの勝ちパターンでした。初日は堅実にスタートして、2日目3日目でじりじり上げて気づけばトップ、最終日は首位で出て行って引き離す。タイガーが一番強かった頃と同じような勝ちパターンです。2番ホールのイーグルで勢いづけ、象徴的だったのは15番ホール、パー5の581ヤードでランクは15。首位で走ってるとはいえできれば取っていきたいホールでした。ティーショットは絶好の位置に置き2打目、完全に引っかかってしまいまさかのイケポチャ。しかし次のショットがまさにシェフラーの凄さを象徴していました。木越えでピンは左サイド、本来ならここを右サイドから打ちたかったはずなんですよね。しかしシェフラーは巧みなスピンコントロールで傾斜も利用しベタピン、本当に素晴らしいですね。このリカバリーの仕方、落ち着き、ショットの再現性、本当に全盛期のタイガーのようです。ピンチをチャンスに変えてしまったシェフラーはそのまま独走。サスペンデッド明けはちょっと気が緩んだのか、周囲の余裕からか一つ落としましたけれども、それでも圧巻の優勝。これで PGA 通算節目の10勝目。今年勝った大会はシグネチャーイベント2勝、プレイヤーズ、マスターズとビッグタイトルばかり。全ての大会が優勝賞金360万ドルだったので、合わせて1440万ドル、日本円にするとわずか半年で20億円ほど。一体どうなっちゃうんですか、今年のシェフラーは。このシェフラーを誰が止めるのかも注目ですが、今はちょっと強すぎて止められる気がしませんね。最近シェフラーが大活躍するので、なかなか他の選手が取り上げられていません。なので特別にトップ10の中から気になった選手も紹介します。私が注目したいのは単独9位となったコリン・モリカワ。3日目終了時までは優勝争いを演じていましたが、最終日に失速。それでも一時期の不調からは完全に脱した感じがあります。やっぱりこの辺りの世代が活躍してくれないと面白くないですからね。マスターズに引き続きトップ10でシェフラーを止められる可能性のある選手です。それとやはりあとはルドビグ・オーバーグ、こちらもマスターズに引き続きトップ10。そろそろ彼の今シーズン初優勝がありそうな予感がします。では RBC ヘリテージを終えての最新の世界ランクです。3位タイに入ったウィンダム・クラークが3位へ浮上。 RBC ヘリテージでの猛追はさすがでした。今年はシェフラーとクラークしか優勝しないんでしょうか。オーバーグとホブランドが入れ替わりとなりました。ホブランドの不調が長く続きそうですね。このままだと今シーズン中にトップ10陥落の可能性も出てきました。松山選手は出場していませんでしたが、変わらず15位をキープしています。続いてフェデックスカップランキング、優勝したシェフラーが700ポイントを加え3915ポイント、これもう5000くらいいっちゃうんじゃないですか。この時期にこのポイントはもう今後抜ける選手が出てくるとは思えないです。今年の面白いところはトップ10に入っている選手のうち5人が優勝なし。今年はランキング下位の選手が優勝していることもあり、堅実にポイントを積み重ねている選手が上位に並んでいます。シャウフェレ、シガーラ、オーバーグなんかまさにそのタイプですね。パトリック・キャントレーが13ランクアップ、ジャスティン・トーマスが18ランクアップでトップ20に入ってきています。では今週の PGA ツアー情報です。
今週はシグネチャーイベント明けですが、ツアー唯一のペアフォーマット戦がやってきます。2017年からペア戦へと変わり、年々大物選手が増えてきている注目大会です。団体戦でしかペア戦は見られませんでしたが、この大会のおかげでゴルフの新たな楽しみ方が増えています。この大会で優勝した選手はその後活躍する傾向が高く、直近ではキャメロン・スミスやジョン・ラームが優勝を果たしています。初日3日目はフォアボール、4人それぞれが普通にプレーしていい方のスコアを記録します。2日目最終日はフォアサム、1つのボールを交互に打ちスコアを集計していきます。前年度の優勝者はニック・ハーディとデイビス・ライリーコンビ、大会新記録となる驚異の30アンダーをマークし優勝。やはり世界最高峰のプレイヤーがコンビを組むと恐ろしいスコアが続々出てきます。今年はさらに大物選手の出場が予定されているので、もしかしたら30アンダーを超えてくるかもしれません。開催コースはルイジアナ州アボンデールにある TPC ルイジアナ、パー72、7425ヤードのセッティング、ピート台設計で自然を生かしたコースセッティング、長い距離のパー5と短いながらも挑戦的なパー4がうまいコントラストになっています。100以上のバンカーが設置され、ウォーターハザードも各地に配置。7400ヤード超えと決して簡単なコースではありません。ただツアープロの技術力は凄まじく、2人が協力した時の見事な戦略は必見です。では今回は特殊なフォーマットのため、まずは出場予定の全リストを見ていきます。米印のマークがついているのはスポンサー推薦による出場です。160名計80チームが出場予定。今年は世界ランキングトップ30のうち9名が出場。ウィンダム・クラークも出場予定だったんですが、土壇場で棄権したと報道がありました。注目は兄弟チームが2チームも参加すること。イングランドのマシュー・フィッツパトリックとアレックス・フィッツパトリック兄弟、さらにデンマークのニコライ・ホイガード、ラスムス・ホイガード兄弟、兄弟チームが2つも出るってすごいことですね。あと日本人選手コンビが出ないかなと淡い期待をしていましたが、夢かなわず。松山選手と久常選手のコンビが見たかったですね。いつかこの大会にも日本人選手が出場してくれることを期待しましょう。そしてですね、この中からピックアップチームを5組紹介します。ピックアップチーム1組目はローリー・マキロイ、シェーン・ローリー組、今回目玉のチームとなります。アイルランドコンビで初参戦。まさかマキロイがペア戦に出るとはちょっと思ってなかったです。ライダーカップでコンビを組んだこともありますし、非常に楽しみですね。今季マキロイは今一つの成績ですが、予選落ちはゼロ。少しずつ上がってきてはいますが、期待値が高い分ちょっと物足りないなという感じです。対してシェーン・ローリーはトップ10が2回、マスターズでは43位タイでした。シェーン・ローリーはトータルバランスが良く万能な選手です。総合力を表すストロークエンドトータルでも7位と申し分なし。2人が組んだ時の化学反応、爆発力に期待ですね。ピックアップチーム2組目はパトリック・キャントレ、ザンダー・シャウフェレ組。2022年からコンビを組んで連続出場している強豪コンビです。互いに世界ランクトップ10圏内と優勝候補筆頭は間違いなし。お互い隙のないゴルフが特徴で、どちらもオールラウンダー。弱点がないので今回も順当に優勝争いすると予想されます。昨年負けてはしまいましたが、優勝争いを演じ4位タイ。キャントレーの調子が少しずつ上がってきていて、シャウフレが好調なので盤石のチームでしょうね。2人は数年前のプレジデンツカップでコンビを組んでから急接近したそうで意気投合。2人ともそこまではっちゃけるタイプじゃないので気が合うんでしょうね。通常の大会だと初日でこけると厳しいですが、ペア戦なので弱点を補い合えます。マキロイ、ローリー組がどこまでやれるか次第ですが、優勝候補筆頭となります。ピックアップチーム3組目はウィル・ザラトリス、サヒス・シガーラ組。このコンビを組むのは初となります。サヒス・シガーラは2年前の大会でボー・ホスラーとペア、昨年はジャスティン・サーとペアを組んでます。ウィル・ザラトレスは2年前デイビス・ライリーとコンビを組んで、昨年は怪我のため欠場。1歳違いでシガーラが1歳年上になります。ちょっと意外な組み合わせにも見えますが、お互いカリフォルニア出身です。マキロイ、ローリー、キャントレー、シャウフェルの影に隠れてはいますが、私はかなり面白いコンビだと思ってます。2人
人とも現在フェデックスカップランキングトップ10に入っており調子がいいんです。なんだったらここまで紹介した2組より今シーズンの成績においては上です。さらに好材料としてザラトリスはパッティングに難を抱えていますが、シガーラはパッティングが得意です。そのあたりをしっかり補い合えれば相当面白いんじゃないかなと思ってます。ピックアップチーム4組目はデイビス・ライリー・ニック・ハーディ組。昨年の優勝チームでディフェンディングチャンピオンとなります。2人とも1996年生まれで一種の黄金世代です。96年生まれは現在最強のスコッティ・シェフラー、ウィル・ザラトリス、サム・バーンズなどがいて、そこにライリーやハーディも含まれます。昨年30アンダーという驚異的なスコアを出して圧巻優勝。この大会はスターダムへの登竜門的トーナメントとなっているので、その後期待していたんですが、2人ともちょっと尻すぼみでした。個人的にはデイビス・ライリーは以前から注目していて、そろそろ爆発してくれないかなと思ってます。ただ今季は両者ともに苦しんでおり、ライリーは現在フェデックスカップランキングで138位、ニック・ハーディは127位とシード圏外にいます。なので今回はちょっと苦しいのかなという感じはしますが、ペア戦になると力を発揮してくる可能性はあります。ニック・ハーディもかなり好きな選手なので、今回は苦しいかもしれませんが期待しています。ピックアップチーム5組目はスティーブ・ストリッカー・マット・クーチャー組。非常に渋いコンビが参戦します。結局ストリッカーとタイガー・ウッズのコンビは実現しませんでしたが、相方にマット・クーチャーが選ばれました。個人的には非常に注目しているコンビです。ストリッカーは現在57歳、クーチャーは現在45歳なので、合わせると100歳超え。このコンビが暴れたらトーナメントが盛り上がりますね。なんといってもお互いショートゲーム力が抜群。飛距離では劣りますが、ペア戦なのでそのあたりはなんとかなると思います。ストリッカーは昨年チャンピオンズツアーで6勝を挙げる大活躍。クーチャーはさすがに年々衰えてきていますが、毎年シード権を確保する実力者。優勝候補とは言い難いですが、非常に面白いコンビなので、ぜひ注目してみてください。では今週のトピックスです。〇〇が生涯 PGA 宣言、ローリー・マキロイの話題です。リブ移籍が噂されていましたが、先日否定したニュースを取り上げました。マスターズ後のインタビューにて PGA ツアーで生涯活躍することを宣言。ローリー・マキロイに対してリブは8億5000万ドルの契約金を準備していたそうです。直近で移籍したスペインのジョン・ラームに対しては5億ドルと推定されていることから、マキロイに提示した額は驚異的です。まあこれが本当かどうかはわからないですけどね。そして次なるリブのターゲットはノルウェーのビクター・ホブランドではないかとされています。ホブランドは一度移籍を否定しましたが、 PGA ツアーコミッショナーに批判的なコメントを呈するなど、今後どうなるかわからない状態です。続いてスコッティ・シェフラー専属キャディの驚きの収入。スコッティ・シェフラーの専属キャディはテッド・スコット氏。同氏は過去に何人もの有名プレイヤーのバッグを担いでおり、直近ではババ・ワトソンのキャディも務めていました。ババ・ワトソンとは2012年と2014年にマスターズ制覇を達成、そしてスコッティ・シェフラーとは2022年、2024年に制覇。なんと4回もマスターズ制覇を達成したキャディとなります。さらに驚きはそれだけではなく、今季の推定収入額。PGA ツアーの選手は契約しているキャディに対し賞金の 10% を支払う慣習があります。慣習通りの契約であれば、今期のテッド・スコット氏の収入は150万ドル、日本円で2億超え。これは今シーズンの PGA ツアー賞金ランキング50位に値するというとんでもない額です。さらにスコッティ・シェフラー自身はマスターズで2度目の優勝により、生涯収入が5700万ドルに達し、歴代10位に入りました。 PGA ツアー史上で歴代獲得賞金5000万ドルを超えたのはわずか12人しかおらず、この先を考えるとナンバーワンにまで上り詰める可能性があります。続いてマスターズが史上最高賞金額に達する。2024年のメジャー初戦マスターズが終了し、賞金額が発表されました。2024年大会の賞金総額はなんと2000万ドル、優勝賞金は360万ドルとなりました。これはシグネチャーイベントに並ぶことになり、史上最高額を更新。
ここ数年の高騰ぶりは凄まじく、2022年は1500万ドル、2023年は1800万ドル、そして今年2024年は2000万ドル、2年間で500万ドル増加したことになり、来年度はシグネチャーイベントの賞金額を超える可能性も出てきました。一体メジャー戦の賞金額はどこまで伸びていくのか注目されます。〇〇がスニクソンアイアンを投入。ジェイソン・デイの話題です。ジェイソン・デイは用具に関してフリー契約となっており、これまでテーラーメイドのアイアンセットを投入していました。しかし、デイが悩んでいたのはハイボールヒッターゆえのスピン量でした。スピン量が多すぎて吹け上がり、縦距離のコントロールが難しくなっていたそうです。そこで投入したのがスリクソンのアイアン。ロングアイアンは ZX5M2、 ミドルからショートアイアンは ZX7M2 に変更。 ZX シリーズはスピン量を抑えられるよう設計されており、相性が良かったようです。 ZX シリーズといえば松山英樹選手も使用しており、ブルックス・ケプカやシェーン・ローリーといったボールストライカーが愛用しています。これでジェイソン・デイの成績が上がってきたら、ますますスリクソンの人気が高まりそうです。この先ジェイソン・デイの成績は注目ですね。最後に公式のパワーランキングと優勝予想です。公式1位予想はもちろんパトリック・キャントレーとザンダー・シャウフェレコンビ。まあ当然でしょうね。実績的にも実力的にも、逆に言えば勝たねばならぬコンビです。注目チームはいくつかありますが、兄弟チームが絆の力でどれだけ迫れるか。そしてトム・ホギー、マーベリック・マクニーリーコンビに注目。もう常に私はマクニーリーに注目していますが、相方のトム・ホギーが調子がいいので、ここでバンと優勝して弾みをつけてほしいななんて思ってます。ただ個人的優勝予想はやはりパトリック・キャントレ、ザンダー・シャウフェレ組。何のアクシデントもない限り、この2人を止めるのはなかなか難しいでしょうね。マキロイ・ローリー組やシガーラ・ザラトリス組がどれだけのパフォーマンスを見せてくれるかが勝負のポイントになるのではないかと思います。では今週は以上とさせていただきます。それではまた次回お会いしましょう。